さすがヒーロー、逃げ出さなかったみてえだな。ジェネシス、お前は下がってろ。わかりました。来なかったらお前の取り巻きをぶっ殺してそいつを奪うだけだったが、おい、前に言ったこと、俺が世界をぶっ壊してヒーローになるか、それをお前が止めるのか、ここで分かった。キリト、下がっているんだ、プレミア。準備はいいかよ、ヒーロー。始めようぜ。はあ、お前のその強さについて分かったことがある。お前の強さは最前線の攻略プレイヤーも凌駕している。正直、普通にプレイしているだけじゃそこまではたどり着かないはずだ。だったらなんだ、俺が普通の。ああ、お前が意外そうな反応をするんだな。お前も俺と同類だろ。バカ言うんじゃねえ。なぜそう思うんだ。別に俺たちみたいなプレイヤーがいたって不思議じゃないだろ。誰だってどんな手を使ってでも他のや、特にあの味を知ってしまったら引き返せないのもわかる。ありえない。まあ確かに。お前らのような凡人が簡単にどんなツールを駆使したってか。いや、でもそのカーディナルでさえも。じゃあお前もアミュスフィアに手をつけたのか。答えろ。ジェネシス、一体何の話をしているんだ。何、俺はずっとフルダイブ経験量のことを言っているだけだぞ。 VR ゲームでの強さはステータスだけじゃない。経験している時間だって大事な要素の一つだ。そして VR ゲームにハマってその味を占めたら引き返せなくなる。食事を抜いたり学校をサボったりどんな手を使ってでもダイブしたくなる。それに何十時間ダイブし続けたとしてもカーディナルから文句を言われることはない。お前の波じゃない強さはダイブ歴が長いからだと思ったんだが。そうか、アミスフィアを改造なんてしていたのか。ようやく違和感の謎が解けたよ。なあ、聞こえていたか、セブン。ええ、バッチリとね。誰だ。彼女はこのオリジンの開発協力者、七色博士って言った方が分かりやすいか。なんだと。今の俺たちとのやりとりは全て彼女に。アミスフィアの改造とは到底許されないことをしているわね、あなた。くだらねえ誘導尋問なんて。俺をこのゲームから消すつもりか。ふざけんじゃねえぞ。終わらせてやる。消えるのはてめえの方だ。うわ。
デジタルドラッグ。見せてやる。俺だけが手に来るぜ。脳に直接入ってくる。前の時と同じデジ…くっそがこんなところで弱いやつはどう出される。ジェネシス…瞬殺だ。この世界じゃ誰も俺に勝てねえって。ああ、分かった。続きを始め…ちょっと消えろ。お前に黒の剣士は似合わない。キリト。心配させちゃったな、プレミア。いいえ、心配はしていませんでした。信じていたので。そうだ、あの子、もう一人の女神は。彼を倒した後、奥へ向かっていきました。奥に彼女、行ってみよう。はい。キリト。もう一人の。あの人は私、何も持たない私を連れ出し、戦う術をこの世界で。そして私をティアとの。ティア。いつも NPC のことをモブと言い続けていたジェネシスが、この子には名前を。しかし人々は彼を否定し拒絶。それは初めての人を失った。やはりあの人が教えてくれた。人の存在が私たちを傷つける。私たちを拒絶。私たちを拒絶する。さあ、いえ、プレミア。私はなぜこの世界が。人は人を受け入れることなんてしない。人が存在することで世界が。私やあなたの都合でこの世界の人たちを消してしまうわけにはいきません。それに私はみんなが持っている可能性を守りたい。
どうして人間たちを守らなければいけない？ジェネシス、人がこの世界に来なければ。いいえ、受け入れ、そん、お互い分かり合えたかもしれないのに。彼は拒絶し続けた人間と一緒に祈らないというのなら、私一人ででもこの世界を崩壊に導く。6つの成績があの子の周り。この世界に人が、人なんかが存在するから汚れていくんだ。まさか一人で起こすつもりなのか、大地切断を。転移したのか。あなたは与えられた役目に逆らえない。私と一緒になるのだから。